こんばんは、クルアンです。この動画は iPhone 6の Apple のロゴを LED で虹色に光らせる改造の動画です。以前電源をオンにすると白く光る改造をしたことがあるんですけども、これは常に点滅します。それではインストールを始めます。これが届いたパーツですね。以前の動画のあの LED はLCD スクリーンに接続して光らせていたんですけども、これはバッテリーから直接光らせる仕組みになってますね。ちなみにこの LED ライトの難点は、電源を切っててもつけてても常に点滅しているというところです。まあなのでちょっとおすすめとは言えないんですが、光り物が好きな方はぜひ試してみてください。まあ、ここバッテリー本来はここテープがついて外すんですけどね、これはあらかじめ外してあります。ちなみにちょっと左腕が見苦しくて申し訳ありません。私本業は板前なやってますので、かなり手はやけどやら切り傷やらで見苦しい手になってます。このアップルのロゴなんですけど、かなり強力な接着剤でついてるんですね。これちょっと強引にして端っこを曲げてしまいましたが、このちょっと前にドライヤーを使って温めました。はい、取れましたね。
がいよいよインストールです。ここにこんな感じではまるわけですね。はい、インストールは以上ですね。はい、元に戻していきます。このバッテリーのコネクタを上からかぶせる感じになるんですね。コネクタ部分が LED ライトとつながってます。光ってますね、もう。はい、電源をつけてみました。はい、こうやって、まあ、点滅し続けるんですよね。ちょっと電気を暗くしてみました。Woo!
と光物好きな人専用モデルという感じですね。いかがでしたでしょうか。お好きな方はぜひ試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。